はい、こんにちは。今日はベンチなしでダンベルと自重のみで上半身すべてを鍛える10種目ご紹介していきます。で、今日の動画はこちらに30秒タイマーつけておきます。だからぜひ一緒に上半身のトレーニングしましょう。で、10種目ですべて30秒ずつなんで、エクササイズ時間としてはたった5分でね、終わります。ぜひ一緒にやってみましょう。今日解説はね、すごく短めに話していくんで、すべて10分以内で終わります。頑張って。まず胸は何といってもベンチがないと難しくても、腕立て、これが大胸筋に最もおすすめです。ベンチがない場合は、なので一番シンプルな腕立てやりますが、肩を落として曲げた時に肩甲骨が寄るようにすると胸により入りやすくなります。これで30秒いきましょう。少し外側にダンベルをひねりながら、しっかり肩甲骨を寄せてあげると厚みのある背中になりますから、これを30秒いきましょう。また腕立てでいきますけど、大胸筋上部はこう鎖骨から上腕骨、斜めに走ってますから、こう肩を屈曲させる動き、逆手の腕立て伏せで上部鍛えられますから、先ほど同様、肩を落として胸を張ったまま30秒いきましょう。でまた背中ですね。今度は広背筋を狙っていきたいので、姿勢は一緒なんですけども、今度は手を内側にひねりましょう。でカーブさせるように、こうすることで広背筋、前から見てもね、ボコッと飛び出して逆三の背中を目指しましょう。これで胸背中終了です。あとね、肩、腕、腹、腰、頑張って。じゃ次、肩なんです。肩は前側、横側、裏側とあるんですけど、裏は背中の時に鍛えられましたから、主に横ですね。で、アーノルドプレスって言って、前から横に回していく種目。これだと、肩はね、フロントとサイドどちらも鍛えられますから、これいきましょう。
次はサイドレイズですね。肩の代表種目です。ここの張り出し、横のね張り出しがつきますから、やや前傾姿勢で肘を高く上げるようなイメージで上げてください。肘が下がらないように肘を高いまま30秒いきましょう。次は上腕二頭筋からいきましょう。一番スタンダードの方ですね。体まっすぐにしていただいて、脇締めちゃってください。肘を固定したまましっかり上腕二頭筋意識して収縮で、伸ばしきらないようにすると二頭から負荷抜けないんで、これで30秒いきましょう。三頭筋ですね。じゃあ三頭筋もこのままサイドレイズとアームカールの重さのまま後ろに曲げてまっすぐ伸ばす、後ろに曲げてまっすぐ伸ばす、これで30秒いきましょう。腹筋背筋鍛えるのにおすすめなのがあって、ゆりかごっていうんですけど、僕の動画で300万回ね約再生されてるものの中からご紹介します。お腹丸めたままかかと上げて猫背にしたまま30秒入れましょう。これ地味なようですけどすごい効きますんで、あと1種目腰だけやってね、おしまいなんでこのままいっちゃいましょう。腰の種目も交互に揺れるだけです。難しかったらちょっと手で押してあげて、頭足と30秒ラストなんで頑張って。はい、OK です。これで10種目ね、お疲れ様でした。はい、といった感じでね、10種目お疲れ様でした。今日やった10種目はこれからトレーニング始められる方ですとか、ね、ダイエットされたい方にもすごく有効です。で、これらをそうだな、慣れないうちは3日に1回ぐらいを
目安に行うようにしてみてください。慣れてきたら2日に1回ぐらい、そこまで強度は強くないですけど、最初のうち十分これでも、あ、体変わったな、筋肉ついたなとかね、あと痩せやすくもなります。上半身すべて入ってますから、かっこいい上半身作りたい方、オズマッチョになりたい方、ぜひやってみてくださいね。何よりもこうスタートすることが大切ですし、継続することがすごく大切なんで、これを無理のない範囲でね、でまず3ヶ月頑張ってください。そしたら必ず変わりますね。諦めないで頑張ってくださいね。また、興味たい動画がいいねと思ったら高評価の方お願いいたします。あとチャンネル登録の方もね、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。